ハローアナザーガイアアーティフィサーマミです。今回の動画は前回同様に知的好奇心クラブ専属レポーター時代の与那国島海底遺跡のレポートをもとに信玄さんが作成された動画の使用許可をいただいておりますので、こちらのチャンネルで配信させていただきたいと思います。それでは早速ご覧ください。ハローユンキュンファン、どうも信玄です。ということですね、今回は以前からお届けしているシリーズの動画の第7回目とパート7ということでですね、前回までのシリーズの動画をまだご覧になっていないとかですね、すでに内容を忘れてしまったというような方はですね、この今ご覧いただいている画面のすぐ下の説明欄にこれまでのシリーズのリンクを貼っておきましたので、そちらご確認の上、今回の新しいパート7の動画をですねご確認いただければと思います。ということで前回からの続きの動画でございます。こちらです。ということで前回まではですね、マミさんご本人による大阪府の溝喰神社ロケの映像とレポートをご覧いただいたわけですけども、この灯籠に彫り込まれているこの図柄、この座ってる感じのこの鹿ちゃんっていうのは基本的にはメスらしいですね。メス鹿、メジカですね。で、立っている方の鹿っていうのがオジカ、オスの鹿みたいですね。で、大体灯籠に刻まれているこの鹿っていうのは、対になってる、つがいっていうか、あのペアで、まあ、施されていると、まあ、デザインされているということらしいですね。でもってですね、映像にも出てきた鹿の姿が施されたこの灯籠ですけども、まあ、これは全国のどの神社にもあるわけではなくて、まあ、前回の動画でもねお話をさせていただきましたけれども、まあ、これはマミさんの独自調査によるとですね、限られた神社のみに存在しているようで、現在鹿の姿が彫り込まれた灯籠のある神社でマミさんが把握しているところはですね、福島の飯野町の UFO の里、以前ロケに行っていただいたあの UFO の里の麓にある小手神社、それから千葉県の香取神宮、それと東京の靖国神社、それと前回の動画で見ていただいた大阪府の溝喰神社ということで、なぜ特定の神社の灯籠だけに鹿の姿が施されているのか、でまたどういった理由で十二支にも含まれていない鹿が採用されているのかと、まあ、普通に考えればですね、あの鹿がたくさんいるあの奈良、あのせんべい持って歩いてるともうすごいわさわさ寄ってきて、もうねやられんじゃないかっていうね恐怖すら感じてしまうあの奈良公園の奈良にあるあの春日大社ね、あの春日系のあの春日灯籠っていうのには鹿の姿が施されていたりとかするんですけど、その春日系だからかなっていうね、今言ったね4つの神社が春日系なのかどうか分かんないですけど、まあ、春日系っていう言葉もどうなのか分かんないですけども、まあいずれにしてもですね、鹿があそこにたくさんいるっていう、奈良のねあの公園にたくさんいるっていうことからしても分かる通り、鹿っていうのは神聖な生き物だと、神様が連れてきた神聖な生き物だからっていうことで灯籠のデザインに採用されているんだと思うんですけども、でマミさんが実際にカメラを回しながらロケを行っているのには、ただ単にそういった単純な理由ではなしにもっと重要な目的と意味があるんですよ。それが前回の動画でもお話しした箱舟で有名なノアの孫たちのね、失われた10部族、全部で12部族のうちの消えた10部族、まあ、それが歴史上からね忽然と消えてしまったと、まあ、どこに行ってしまったのか、で12氏族、12部族の文様っていうのがあるんですよ、家紋みたいなもんなんですけど、そのうちの、まあ、1部族の中にですね、ナフタリ族っていうのがあるんですけども、そのナフタリ族の紋章っていうのが鹿なんですよ、鹿の紋章なんですね。で
その鹿の紋章を持ったナフタリ族が忽然と歴史上から姿を消してしまった。どこに行ってしまったのかということでの探求で、調べて調べて調べていくと、日本に行き着いてんじゃないかと、ね、日本に来ているんじゃないかと、まあ、それが証拠に神社にあっちこっちあるね灯籠に鹿の姿が施されているのではないか、デザインされているのではないかっていうところでの調査なわけですよ。まあそんなこんなでですね、ご報告書の方に戻りますけれども、ということでですね、こうきまして、ここは日本書紀にも出てくる神武天皇の皇后のたたらいすず姫の生まれた地と言われていて、地名もいすず町と言います。あの車のいすずとは関係ないんですかね、これね、まあ、関係ないかもしれないですけども、まみさんが動画の中でもおっしゃってましたけど、まあ、とにかく溝食い神社はまあこういった由来があると、で地名もこうなってるよということですね。でそして淡路島の淡路小萌え古代ユダヤ遺跡からも六芒星のシンボルの中にヘブライ語でシオンと書かれた指輪と、かっこシオンとはイスラエルのエルサレム地方や丘を指す意味でもあります。ナフタリ族を表す鹿の紋章が彫られたガラスのような指輪が発掘されました。いや、これは面白いことになってきましたね。ナフタリ族の紋章である鹿、それが彫られた指輪が出てきた。しかも特定の神社の灯籠に鹿が刻まれている。これはもう何かありますね。もうないわけがないですよね。まあ、それにしてもね、マーミレポーターのこの考察は鋭いですね。いや、いいとこついてきますね。これは掘り下げていくとかなりすごいものとつながっていくような気がしますね。でもってそのね、指輪の画像ってのもね、その発掘された指輪の画像ってのも確認をしてみたかったんですけども、残念ながら現時点ではないと。で、少しそれますが、その古代ユダヤ遺跡の会長さんを務める UK さんとは5度ほどお会いしたことがあり、ユダヤ遺跡の本も出されていますと。ヘブライ語を間違って解釈されて日本語に訳された聖書を正しく解釈し直すというヘブライ語の聖書の先生の勉強会に連れて行ってもらって、一緒に勉強もさせてもらったことがあります。このマミレポーター自身がこの UK さん、この会長さんのね、ユダヤ遺跡の会長さんと一緒に勉強もしたことがあると、連れてってもらったことがあると。で、まあ、聖書が間違ったヘブライ語で日本語に訳されてたものを正しく直すという勉強会に行ったということですね。で、話は戻りまして、そのイスラエルから日本へ渡ってきた痕跡となる貴重な鹿の紋章の彫られた指輪の撮影はできませんでしたが、今残っている古代ユダヤ遺跡の画像を送ります。この遺跡、今は1959年の伊勢湾台風の影響で1952年に発掘調査をした時の遺跡跡が流されてしまったそうですが、以前は石室の上にダビデのマークのようなものが彫られた石の蓋があったそうです。んで、こうきまして、今現在残っている淡路島の古代ユダヤ遺跡の画像と。で、これがそんな感じのものなんですが、これで
こちらでこう来て、そしてここ与那国島には先ほどのフェニキア文字のようなもので彫られた岩、フェニキア文字を使っていたフェニキア地方は地中海沿岸でイスラエルの北の方に、その他にもこんなのが彫られた岩がありました。これはなんちゃってかもですが、与那国島の山の中で見つけた角のようなものがある動物かもしれない岩の画像ということで、こう来まして、どう見るんですかね、もしかしてこうこれが角で、でこれが頭で、これは顔っていう感じですかね。これもしかしたらかもねということですね。私はこっちが上手に見えてしょうがないんですけどね。これこっちが上手でガー口開けてるね、上手の顔にこっちの方にちょっと意識取られちゃいましたけども、まあ、これがだよねということでですね。でもってこう来まして、引き続き与那国島では発掘調査中でございますと、まあ、一応ねマミレポーター、この与那国島に来て海底遺跡の調査から始まって、そこでいろんな人と出会って、で海底遺跡の第一発見者である喜八郎さんっていう方とも親しくなって、でその方がまだ世界中の誰も知らない新たな遺跡を発見したらしくて、でそれを現在さらにね海底ソナーなどを使って調査を行っていると、まあ、そういったこともありますし、あとは岩にね彫り込まれたあのフェニキア文字のさらに詳しい分析結果っていうのも今後出てくるだろうということですね。これまたマミさんの方からご報告をいただけるのではないかなと思いますけれども、実はこのマミさんが与那国島に来たのはこの海底遺跡だけではなかったと。フェニキア文字があったってことは、このフェニキアってのは地中海沿岸の地方ですから、イスラエルの北の方ですから、まあ、イスラエルっていう括りで考えると、その点からしても消えた十部族の一つであるナフタリ族がね日本に来てたのではないかな。でさらには今ご覧いただいているこの岩の彫り物、これ鹿であればねさらに可能性があるよねということで、信玄さんに作成していただいた動画はここまでなので、ここからは私の音声でお届けいたします。愛媛県松山にある国の重要文化財にも指定されている伊佐庭神社の社殿の装飾には、鹿が海を渡っている彫刻が施されています。春日大社ではたくさんの鹿の文様の灯籠がありました。ある古文書に載っている写真には、シュメールの境界石と呼ばれる鹿のような生き物が描かれていて、守護神と説明がされています。鹿はイスラエルの失われた十子族のうちのナフタリ族の痕跡の意味もあり、さらに遡るとやはりアヌンナキとのつながりが深いように思います。さらに深掘りし、アヌンナキと鹿から連想できることといえば、アヌンナキといえば生命の木の壁画が一番重要だと思っているのですが、鹿は
もしかしたら生命の木を受け継いだ生き物ということで、神の使いのような位置づけになっているのではないかと思ったりします。というのはアヌナキが遺伝子操作をし、鹿の頭に生命の木が生えてくるようにしたのではないかと個人的には思っています。鹿の角には不老長寿の新薬として3000年も前から中国の特権階級の間で使われていたというお話があり、これは生命の木の伝承とも似ていたりします。ということで今回の動画は以上となります。この続編のレポートはですね、動画もしくは新しい企画でお伝えしようかなと思っていますので、また詳細が決まり次第お伝えしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。